おはようございます。まだお布団の中にいたいです。調子はいかがですか？まだ眠いのならゲームをしましょう。お昼は何を食べましょうか？午後も頑張りましょう。一日も後半ですね。ファイトです。一緒にお茶でもどうですか？時間が経つのはあっという間ですね。もうすぐ夜です。やり残したことはありませんか？遊びに来てくれたのですか？嬉しいです。そろそろ晩ご飯の時間ですね。一日お疲れ様でした。あなたとのんびりしたいです。明日の準備は大丈夫ですか？私もお手伝いします。遅い時間までお疲れ様です。眠る前にあなたと遊びたいです。あなたにまた会えて嬉しいです。会えるのをずっと楽しみにしていました。これからも応援よろしくお願いします。マジックは得意です。あなたにも見せたいです。私の祖国はアグナパレスという国です。明日の台本を確認しなくては。台本は難しい漢字が多いです。はい。私とあなたの時間がずっと続きますように。楽器はフルートが一番得意です。お箸の使い方はスターリッシュのみんなが教えてくれました。今日もお仕事頑張ります。何でしょう？あなたを待っていました。アグナパレスの王子であることは私の誇りです。天ぷらにはつゆもいいですが、塩をつけるのも通な感じがして好きです。イエス。どうしました？ライブがたくさんできるみたいです。私のライブもっとあなたに見てほしい。まだまだできます。ライブしましょう。またライブがしたいです。あなたのために頑張ります。メッセージが届いています。プレゼントがあるみたいですよ。何ですか？どうしました？このグリーンの瞳は気に入っています。くすぐったいです。どうしたのです？ドキドキします。どうしたのですか？なん？にゃあ！なんです？ちゃんとあなたのそばにいます。そんなに見つめてどうしたのですか？あの、何かしませんか？なんだか寂しいです。私、あなたが嫌がることを言いましたか？そこは、あなたとの時間とても楽しかった。これからもよろしくお願いします。あなたは早起き、私まだ眠いです。家宝は寝て待てです。もう少し寝かせて。夕べはよく眠れましたか？今日も頑張りましょう。朝ごはんはもう食べましたか？しっかり食べないと力が出ませんよ。お腹が空きました。おいしいものをたくさん食べましょう。休憩の時間ですよ。私と遊びませんか？この時間は眠くなります。あなたは大丈夫ですか？息抜きにゲームをしませんか？それともおしゃべり？どちらも楽しそう。疲れたら私のことを思い出して。力になれたら嬉しいです。会えて嬉しいです。今日はあなたとゆっくり過ごしたい。晩ご飯はアグナパレス料理のお店に行くのはどうですか？この後は私と過ごす時間です。私のことだけを見てほしい。疲れていたら癒しの魔法をかけてあげます。これで一緒にいられますね。この時間にゲームをするのはなんだかワクワクします。泳ぐのは苦手です。深いと溺れてしまうので危険。公園の日だまりで日向ぼっこをしていると幸せを感じます。